武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は大分大学医学部医学科の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、まず時間が理科2科目で120分、で科学は大問3題という形になっています。で、まあ問題の、は全問記述式ですね。で、特徴としては論述なり図を書く問題がかなり多めであることと、あと計算が結構ややこしい問題が出やすいという形ですね。なので全体的に問題として解けないもの、やり方がわからないようなものっていうのは、まあ論述がやってない場合ちょっとそれはありかもしれませんが、基本的にその解けないほど、何か複雑なものが出るというよりは標準問題なんですが、標準問題の形を取りつつ難易度が高いみたいな、問題が結構出やすくなっております。対策としてはですね、まあ論述練習などができる、まあ、国公立標準問題集キャンパス、こちらはまあセンターなど、終わっている段階であればしっかりやっておく。で、計算練習、が、いるので、まあ、ゼロから始める科学計算、などを使ってですね、まあ、計算慣れ、しておくことが必要かと思います。で、図を書く問題、グラフを書く問題などに関してですが、こちらは正直過去問でまずは慣れていく、まあ、キャンパスなど、使っていればある程度触れる機会はあるので、そちらで対策することプラス、まあ、過去問でどういうことが出たのかなっていうのを元に、しっかりやり込んでいくといいと思います。で、分野に関しては、まあ、理論、向き、有機、全体的に、まあ、出てきますし、まあ、融合、になっているテーマなどもありますので、まあ、全範囲まんべんなくしっかりできるように心がけておきましょう。まあ、その非常になんていうかうっとなる問題、その解けないわけじゃないんだけど、なんか解きづらいなとか大変だなという問題が、割と出る、大学ではありますので、まあ、問題集入りつつ早めに過去問に触れてですね、どういうことが要求されるのかっていうことを、しっかり見て、対応策をですね、まあ、ちゃんと過去問を見た上で、考えてできるように心がけておきましょう。以上、映画科学の勉強となります。